まあ、レゴクリエイターの3作品目ってギミックめっちゃ少ないんですけど、これは完全にその影響を受けてますね。皆さんこんにちは、ジ・ソウルゴブルだ。いやいや、はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターレースカー輸送車の続きになります。前回の動画でこちらのクレーン車に組み替えました。今回はこちらのクレーン付き輸送船に組み替えます。レースカー輸送車とクレーン車の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではクレーン付き輸送船に組み替えます。クレーン付き輸送船です。はい、クレーン車から輸送船に組み替えました。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で25分かかりました。この輸送船は複雑な造形はなかったんですけど、小さいパーツが結構使われていたので作るのがちょっと大変でした。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。この輸送船は前回のクレーン車同様にグリーンベースで差し色に白色が使われております。正面からはこのようになっていて、横はこのようになっていて、後ろはこんな感じです。輸送船の大きさは前回組み立てたクレーン車よりかはほんの 2,3 ブロック分ぐらいは小さいと思います。では近くで見ましょう。まずこちらが操縦席部分です。操縦席はレースカー輸送車とクレーン車同様に黒いパーツが使われております。この部分なんですけど、造形的におそらく煙突部分じゃないかなって思います。選手はこのようになっていて、選手の造形は結構独特な形をしてます。操縦席のこの部分がライトで、この部分はアンテナだと思います。はい、続いてクレーンはこのようになっております。クレーンについては赤色とダークグレーのパーツが使われております。クレーンの造形自体は結構簡単な作りになってます。ではこの輸送船のギミックについて説明しますと言いたかったんですけど、この輸送船のギミックはこの後ろのクレーンが動くだけです。まあ、レゴクリエイターの3作品目ってギミックめっちゃ少ないんですけど、これは完全にその影響を受けてますね。僕的に言えばこのクレーンの根元が回転して欲しかったなって思います。では最後に大きさ比較いきます。ミニフィグとレゴマリオと並べるとこんな感じです。そうですね、ミニフィグサイズだと、まあ、どっちかというとミニボートとか小型の船サイズになってます。レゴマリオのサイズ的に言えば、まあ、十分ちゃ十分だと思いますね。なんかマリオカートでこういう船の形をしたカートがあったんで、なんかそれを思い出しちゃいます。はい、レゴクリエイターレースカー輸送車のクレーン付き輸送船はこんな感じです。はい、ということで、レゴクリエイターレースカー輸送車のクレーン付き輸送船を組み立ててレビューしてみました。この輸送船の大きさ自体は、2番目のクレーンよりかはちょっと小さくなったんですけど、クレーン車から船に組み替えられるところがとても面白いと思いました。ただギミック自体が3つの作品の中で1個だけというところが個人的にはちょっと残念だなって思いました。はい、今回の動画でレゴクリエイターレースカー輸送車の3つの作品を全て組み立てました。その中で僕は個人的に良かったのは2番目に作れるクレーン車です。選んだ理由につきましては、ただ単に建設重機の作品が作れるというところが結構いいと思いました。実を言うと、今発売されているレゴシリーズで建設重機の車両ってあんま見かけなくて、僕は今建設重機のレゴシリーズが結構恋しくなっているんですけど、このレースカー輸送車でクレーン車を作った時はちょっと感動しました。最初に作れるレースカー輸送車もすごい完成度が高くて良かったんですけど、やっぱね、今の僕の気持ち的に言えば、やっぱ建設重機作れるというところで今回は2番目のクレーン車にしました。今年の夏頃にまた新作レゴがいっぱい出るんですけど、その時はぜひ建設車両シリーズを出してほしいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。